アレクサンドレッタの戦いは、シリアにおけるビザンツ帝国とファーティマ朝の最初の衝突となった戦闘である。戦闘はビザンツ帝国が969年に占領したアンティオキアをファーティマ朝の主力軍が包囲する最中にあった971年、初頭にアレクサンドレッタ近郊で発生した。ビザンツ皇帝ヨハネス一世一ミスケスの家中の ガンの一人が率いるビサンツ軍が4000人のファーティマ朝の文献隊を空となった自軍の野営地へ攻撃させるためにおびき出し、その後野営地で略奪を始めた文献隊へ四方から奇襲攻撃を加えて部隊を壊滅させた。ファーティマ朝はアレクサンドレッダでの敗北に加えてシリア南部でカルマト派による侵攻を受けたことからアンティオーキアへの 包位の解除を余儀なくされ、ビザンツ帝国がアンティオキアとシリア北部の支配を確保することになった。969年10月28日に将軍のミカエル・ブルチェスが率いるビザンツ帝国軍によってアンティオキアが陥落した。このシリア北部の大都市の陥落後、ほどなくしてビザンツ帝国とアレッポのハムダーン長の間で条約が結ばれ、アレッポは ビザンツ帝国の従属下に置かれた。さらには、キリキアとジャズイーラに位置するかつてのアパース町の国境地帯であるスグールの全域とタラーブルス、アルカ、およびシャイザールの周辺にまで至る地中海とオロンテス側に挟まれたシリア北部の沿岸地帯がビザンツ帝国に割上された。しかしながら、獲得した地域に対する当初のビザンツ帝国の支配は、 形式的なものに過ぎず、969年12月の、ビザンツ皇帝ニケフォロス2世フォーカスの暗殺事件は、これらの地域における帝国の利権の喪失につながる恐れがあった。さらに遠い南方では、イフリーキアを本拠地とするファーティマ朝の軍隊がジャウハル、アイコールスイキ、ーの指揮の下で、イフシードアさんが支配するエジプトを征服したばかりであった。 ジハードの情熱に取り憑かれ、自らの支配の正当化を目指したファーティマ朝は、公正な統治を取り戻すという、新たに征服した地域に向けたプロパガンダの重要な道具として、アンティオキアへのビザンツ帝国の進出と異教徒の脅威を利用した。アンティオキア陥落の知らせは、ジャウハルがパレスチ内侵攻するために、ジャワファル、ブンファルダーフを派遣させる動機となった。 パレスチナで、ジャーハルは、アルハサンブンウバイドル、ラーブントゥグジュの下に、集結していた最後のイフシードアサの残存勢力を、打ち破り、970年5月のラムラの占領に、続いて11月にはダマスクスも占領した。アレッポ・キンナスリーイン・ダマスクス・バールベック・ホムス・シドン、タラーブルス・ハマー・アンティオキア・ティベリアスコ・アレクサンドレッタ、ラムラ・エルサレム・アルカ・シャイザ・アル・タルソス・シカイガザ・ファラマ、 戦闘が行われた時期のシリアの各都市の位置を表した地図ジャアファルはダマスクスを占領するとすぐに公約に掲げていたビザンツ帝国に対するジハードを実行に移し自身のギルマーンの一人であるフトフに指揮を委ねた。なお、15世紀のイエメンの歴史家のイドリース、イマードゥッティーンは著作のウユーンアルイコールアフバールの中で指揮官としてアフームスリムの名を挙げている。 フトゥフはベルベル人のクターマ族による大軍を編成し、パレスチナとシリア南部における徴兵で軍を強化すると、970年12月にアンティオキアの包囲を開始した。ビザンツ帝国の歴史家のゲオルギオスケドレノスは、ファーティマ朝軍の規模は10万人であったと明らかに誇張された数字を残しているが、イドリース・イマードッティーンは2万人と記録している。 ファーティマ朝の軍隊は都市を包囲したものの、アンティオケアの住民は、激しい抵抗を示した。14世紀の歴史家のアブーバクルブンは、イコールダワーは、おそらくジャーファルは、シリア南部で徴兵された部隊を、次から次へと援軍として送らざるを得なかったと、説明している。15世紀のエジプトの歴史家のアルマクリーズイーは、この説明の続きとして、 ジャーファールが4000人の兵士を当てたこれらの追加の部隊によって都市に向かう対象を阻止し、都市の補給を完全に遮断することが可能になったと記している。その一方で、ニケフォロス2世イフォカスの殺害者でその後継者である、ヨハネス1世イチミスケスは、より脅威であった、ルーシのスビアトスラフ1世イによる、バルカン半島への侵攻が発生していたために、自ら東部へ、 軍事介入に向かうことができなかった。このため、ヨハネス一世は都市を支援するために、家中で信頼を置いていた、ンガン同時代の聖職者で、歴史家のレオン・ディアコノスによれば、戦闘経験を持つパトリキオスであるニコラスが指揮する、小規模な軍隊を派遣した。その間に、アンティオキアに対する包囲は、成果もないまま冬から春にかけて5ヶ月間続いていた。 包囲中のある時点で、ファーティマ朝の文献隊、アブーバクルブンアイコールダワーによれば、アラスという名のベルベル人の族長とタルソスの以前の、アミールであるイブンアイコールザイアートが率いる4000人の部隊が、ビザンツ軍の救援部隊が野営していたアレクサンドレッタに向けて北へ移動した。ファーティマ朝の部隊の接近を知ったニコラスは、野営地から部隊を退去させて、副兵を置いた。 敵の野営地が放棄されているのを発見した、ファーティマ朝の部隊は何の注意も払わずに略奪を始めた。その瞬間に、ニコラスがあらゆる方角から奇襲攻撃を仕掛け、ファーティマ朝の部隊は壊滅した。イスラーム教徒の部隊のほとんどの者が殺害されたが、アラスと、ブンはイコールザイヤーとはどうにか逃げ延びることに成功した。アレクサンドレッタでの敗北は、 ファーティマ朝の軍隊の指揮に大きな打撃を与えた。東アラビアで起こったイスマーイール派の過激な分派で、アルカルマト派のダマスクスに対する進軍の知らせも重なり、ジャーファールは971年7月初旬にアンティオキアへの包囲を解いて撤退するように、フトゥフに命じた。軍隊はダマスクスへ戻り、そこから個々の部隊がそれぞれの出身地へ分かれていった。 地中海東部における主要な二つの勢力間の最初の衝突はビザンツ帝国の勝利に終わった。ビザンツ帝国はシリア北部における立場を強化し、一方でファーティマ朝は人的資源の損失に加えて士気と評判の両方で傷を負った。歴史家のポール・ウォーカーが記しているようにジャーハルがアレクサンドレッタで失われた軍隊と名声を 維持していたならばカルマトハの襲撃に対抗できたかも知れず、地元の各地の部隊を分散させていなければ、助けを得られたかもしれない。結局、ジャーファルはカルマトハとカルマト派に同調したアラブのベドウィン部族に抵抗することができなかった。砂漠でベドウィンと対峙するという致命的な選択を犯したジャーファルは971年8月の戦闘で敗れて戦死した。 この敗北は、シリア南部とパレスチナにおけるファーティマ朝の支配のほぼ、完全な崩壊とカルマト派のエジプトへの侵攻につながった。しかし、ファーティマ朝は、エジプトの主婦であるフスタートの前で勝利を収め、最終的にカルマト派をシリアから追い出し、この制御が難しい地域に対する支配を回復することに成功した。一方で、ビザンツ帝国は、 974年から975年にかけて行われた、ヨハネス一世チミスケスが直接率いた大規模な軍事遠征まで行動を起こさなかった。ヨハネス一世はイスラーム教徒が支配する土地の奥深くまで侵入し、エルサレムを奪うと威嚇さえした。しかし、ヨハネス一世は976年1月に死去し、ファーティマ朝はビザンツ帝国による危機から脱することになった。 その後、ビザンツ帝国が、アンティロキア周辺のシリア北部の支配地を大きく超えて、進出を試みることは二度となかった。ありがとうございます。